はいどうもこんにちは、五郎くんです。本日は人気フォワードランキングということで、第1回の CF で人気だったフォワードのランキングトップ10を紹介していこうと思います。またランクインしてる選手の中で僕が実際に使ったことがある選手については長所短所もお話しするので、よければ最後までご覧ください。それでは10位からですが、第10位はレマンドフスキーです。キンカードとワンズトゥーウォッチ同じ能力なんで合計してカウントいたしました。ワンズは35万コイン、キンカードは5万コインで買えます。この選手の使用率は 10% です。この選手僕使ってました、今週の CF で。でもうシュートがめちゃめちゃ入るなって印象があって、この選手の一番のストロングポイントはシュートかなっていう風に思いました。シュートめっちゃうまいっていうのがまず一番のストロングポイントで、他にもパスとフィジカル面でもかなり強いなって印象があって、まあ、ケミストリーつけてショートパス99のフィジカル99ってところでもうかなり前線の選手としては強い選手かなっていう風に思いました。弱点としては、まあ、細かいドリブルはできないっていうところと、スキル4っていうところです。今作もやっぱり前線はっていう限りスキル5が欲しいなと個人的には思ってて、スキル5のスキルムーブを使うっていうのも当然あるんですけども、他のスキルムーブについてもやっぱりスキル5の方がスキルにキレがあるっていうことがあるんで、なるべく前線はスキル5がいいんで、そこは弱点かなっていうふうに思いました。この選手は今の環境ではかなり強い選手かなと思います。それでは次、第9位はベンゼマです。8万9500コインで購入できる選手になっていて、勝率は11% になってました。ケミストリーアーキテクトをつけてあげると核タイプ長いにできます。相手に結構いたなって印象があって、その時の感想としてはもう予想以上に速いなっていうところと、あとラストパスがかなりうまい印象があって、パスズレが少ない選手なんでラストパスでやられるっていうシーンが多かったんで、そういう意味ではかなり驚異的な選手だったかなというふうに思います。現環境加速タイプ長いがまだ強い環境ではかなり強い選手かなと思います。それでは次、第8位はアントニーです。ワンズとキンカード現時点では同じ能力なんで合算してカウントをしています。ワンズが23万5000コインでキンカードが今の1500コインになってます。 11% の視聴率になってます。加速タイプが爆発的の選手になっていて、爆発的があまり強くないっていう環境ではあるんですけど、相手ブルがかなり強いなっていう印象がありました。サイドでボール持たれてスキルムーブ5あるんで、そこで剥がされてっていうシーンがあったんで、まあ、この選手はかなりドリブルがしやすい選手かなというふうに思います。金カードであれば 26,500 コインってところで、まあ、かなりお手軽に手に入る選手でもあるんで、まあ、コスパが良くて強いサイドアタッカーっていう意味ではいい選手かなと思います。それでは次、第7位はヴィニシウスです。20万6000コインで購入ができて 12% の視聴率でした。タイプは爆発的の選手で、開幕してすぐぐらいに使ったことがあるんですけど、まあ、ドリブルはかなりしやすい印象がやっぱりありました。僕は中央ポジションで起用していて、基本的にサイドがないようなフォーメーションを使っているんで、この選手は間違いなくウィンガー向きの選手なので、まあ、僕はちょっと合わなかったかなっていう印象があるんですけども、ドリブルそして足の速さっていうのはこの選手のストロングポイントかなと思います。逆に使っていて感じた弱点としては、パスとシュートがあまり上手くないんで、結局相手をスキルムーブや加速でかわしたとしてもその後のチャンスになかなかつなげにくいっていうところが個人的に感じた弱点です。ウィンガーとしては現役トップクラスの選手かなと思います。では続きまして、第6位はエンバペです。148万7000コインの選手になっていて 16% の勝率になっていました。現役の選手としてはダントツの高額選手になってます。僕も愛用していまして、今の環境加速タイプ長いの選手がやっぱり裏抜け強くて、正直少し霞んでしまうところはあるんですけども、裏抜けの AI の優秀さっていうところはやっぱり他の加速タイプを長いにして速い選手っていうのとはまた別だなっていうところが一つあります。もう一個この選手の調子としては、決定力がかなり高いなっていう印象がありました。正直去年までのエンバペってなかなか裏抜けは優秀だけど決定力っていうところで惜しいなっていう部分があったんですけども、今作に関しては逆足でもシュートめっちゃ入りますし、エンバペも漏れなくシュート
決めやすいっていうところで、少し去年感じていた決定力不足っていうところは今作は全く感じないです。というところで弱点なんですけど、正直弱点らしい弱点が見つからなくて、強いてあげるとすれば金額がやっぱり現役選手ではダントツで高いんで、そこはコスパがいいかどうかって言われると弱点になってしまうかなと思います。ただ間違いなく現役最強のストライカーです。それでは続きまして、第5位はデパイです。17000コインで購入できる選手になっていて、 18% の使用率になっています。今週の CF で敵にいてこの選手が一番嫌でした。スキル5あって、補足タイプもアーキテクトつけると長いデッキってところで、速さもありつつフィジカルも強くて、なおかつスキル5があるってところで、この選手は本当に敵にいて一番やられたなって印象があります。なんで僕実際自分で使ったんですけど、正直自分で使うとそんなに使いこなせなくて、敵にいるとすごく強い選手だなっていう印象を持ちました。17000コインとかなりお手軽な選手にはなっているんで、前線で強くてコスパがいい選手っていうのを探している方は、この選手真っ先に買った方がいいかなと思います。それでは続きまして、第4位はハーランドです。36万1000コインの選手になっていて、 20% の視聴率になってます。この選手は加速タイプ長いを代表するような選手になってます。足が速くてフィジカル元から強くてっていうところで、もともと加速タイプが長いの選手で、ケミストリーでハンターをつけるとかなり強い能力になります。実際使った感想としては、相手のディフェンダーをなぎ倒しながらスピード感を持って裏抜けっていうところは、もうこの選手の一番の長所かなっていう風に感じました。使っていてちょっと僕はこれが一番の欠点かなと思ったんですけども、足元でボールを受けた際に本当に何もできなくて、スキル逆足3っていうところで、本当にこの選手は裏抜け狙う、もしくはワンタッチでゴールできるような位置でボールを触るっていう風な使用方法しか僕はできないなと感じました。この選手すごく強い選手ではあるんですけど、僕個人的な意見としては今の金額はちょっとおかしいかなって思います。高すぎます。続きまして、第3位はロナウド。48万7000コインで購入が可能で、 20% の勝率になってました。僕も使ってた選手で加速タイプ長いにして使ってたんですけども、正直得点力だけで言うとエンバペよりも強いかなっていう風に感じます。っていうところで、この選手の一番のストロングポイントとしては、もう圧倒的な決定力ですね。逆足でもシュートガンガン決めますし、ヘディングでも得点ができるところで、まあ、この選手はかなり点を取る能力は高いなというふうに感じました。では逆に弱点として感じた部分で言うと、ペースな部分は加速タイプ長いにしてかなり改善された部分はあるんですけども、スキルムーブのキレっていうところで言うと、まあ、少し難しいかなっていう部分がありました。今作からこの選手ドリブル近いに下げられていて、バランスも67っていうところで、去年の感覚でやるとなかなかドリブルでかわすっていうのは難しいかなと思いました。本当に決定力は高い選手になっているんで、今の加速タイプ長いのブーストの恩恵を受けている環境だと本当に強いストライカーかなと思います。それでは続いて第2位はデンベレ。この選手は7万4000コインで購入が可能な選手で、 21% の勝率となってました。特徴は何といってもスキル5、逆足5、55っていうところがかなり長所かなというふうに思ってます。加えて足の速さ、ドリブルのしやすさっていうのも持っているんで、万能的に使いやすいサイドアタッカーかなというふうに思います。ただ決定力はあんまり高くない印象があって、両足からシュートできるんですけども、なかなか得点にっていうシーンはなかったかなっていう印象があります。どちらかというとサイドでの起用がいいのかなと思います。それではラスト、第1位はアダマ。1500コインで購入できる選手で、 24% の視聴率になっていました。加速タイプマークスマンつけてあげると長いできるんですけども、本当に速いです。この選手だけ異次元に足が速いなっていう印象がありました。足の速さに加えてフィジカルも強いっていうところで、抜け出した後に相手の前にフィジカルを使って入ると独走できるっていうところも、この選手の大きな長所かなと思いました。欠点としてはパスとシュートが壊滅的なんで、この選手は本当に抜け出し裏抜けがすごく強いっていう風な選手になってます。ただ間違いなく1500コインで買える選手としてはコスパめっちゃいいと思うんで、
スパサブでもこの選手はかなり強かった印象があるんで、持っといて損がない選手かなというふうに思います。ということでランキングは以上です。アダマ、デパイ、ハーランド、マジでいましたね、いっぱいで。加速タイプ長いの影響っていうのをかなり感じるようなランキングになってました。特にデパイにめっちゃやられたんで、来週以降デパイの使用率が減ると嬉しいなというふうに思ってます。これはもう完全に僕の体感なんですけど、少しだけ加速タイプ長いが今週入ってから弱くなったかなっていう印象があるんで、もしかしたら次の CF ではまたランキング大きく変わるんじゃないかなと思ってます。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いいたします。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。